S2 Area 51, Wikipedia English writes as follows. The United States Air Force facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edwards Air Force Base within the Nevada Test and Training Range. According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Hermey Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. Then what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive. Mr. Richard Doty, an ex-special agent for AFOSI, or Counterintelligence for the Air Force Office of Special Investigation. エリア51とは何か。近年になり、より多くの人たちがエリア51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死を覚悟して、元空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであったリチャード・ドティもその中の一人です。広林市、浜松シティ、ジャパン。スティーブン・ M ・グリアー博士が Unacknowledged という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので、今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきます。リチャード・ドティの証言。リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった。8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地およびネリス空軍基地、つまりエリア51と呼ばれているが、それらの基地および他の基地において UFO および外惑星人問題の任務を特別に担っていた。以下、リチャード・ドティの証言。私はネバダのテスト基地にいました。それは現在ネバダ安全サイト、つまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時は DET3 テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地の DET3 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には実際には2つのサイトがありました。 DET3 のテストサイトとグルームレイクです。そしてそれからパポースと呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったり、ソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていました。
そこには2つの異なった複合建物があり、それらはすべて区画分けされていました。その中の一つにエイリアンの乗り物があり、また人間製の反重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました。地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありました。その複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV、 つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました。私がそこにいた間に、私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが、彼らはそれを組み立て、それを飛ばそうと試みていましたが、その多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には、E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラモス社、テクトロニクス社などがありました。GE モノトーラ社については、モノトーラ社は巨大な施設を持っていて、その施設の中で ET の通信機器がどのように働くか、あるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていました。ロッキード社もそこにありましたし、ノースロップ・グラマン社もありました。当時は EG&G 社もそこに居を構えていました。ジン・ラスコウスキーがその EG&G 社のチーフでした。それでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていました。そのジン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていました。ジン・ラスコウスキーは現在は引退していますが、フルタイムでそこで仕事をしていました。そのポールが DIA、 つまり防衛スパイ組織の計画とプログラムのディレクターをしていました。ポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました。私が目撃した地下サイトの中で、私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィート ×20 フィート、つまり3メートル ×6 メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。また、それにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ました。その施設の中を下へ降りていくと、それは右側の最初のベイにありました。巨大な乗り物です。その乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えました。というのも壊れたような箇所があったからです。がその表面及び全てが奇妙に見えました。それは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでした。パポース地下基地へと入り、下へ降りていくと円形の実際
馬蹄形の形をしたランプ、つまり移動型昇降階段のようなものがありました。そこからはハンガーセブンの近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かれした通路になっていました。途中にエレベーターがあり、区分けされた上下空間がありました。バッジをつけていなかったら、あなたはその中に入ることはできません。そこではすべてがバッジシステムになっていましたし、そのバッジがなかったら、それらのいくつかの中には入れない仕組みになっていました。つまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした。前にも話しましたように、もしあなたがエイリアンの乗り物について携わっていたら、人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました。1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きましたが、そこにいる間に私は今までここに話してきたことに関して説明するように求められました。そしてある施設、つまり地下施設へと連れて行かれました。私たちは階段を降り、ランプを降りましたが、そこは巨大な空間でした。私は実際は見ていませんが、後になってアーニ・ケラーストラス氏からそこにはエイリアンの死体があると聞かされました。またさらに後になってから、その死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。The Shiva Lingam in India. What is it? What is it for? No one knows. The Lingam is an abstract or an iconic representation of the Hindu deity Shiva used for worship in temples, smaller shrines, or as self-manifested natural objects. インドのシヴァ・リンガム、シヴァ神のエネルギーと力の源泉であると言われていますが、それは何なのか、何のためにあるのか、誰もそれについて知りません。広島市浜松セリジャパン。スティーブン・ M ・グリア博士は辞書アン・アクノレジトの中でマーク・マッキャンドレッシュ氏について書いています。マーク・マッキャンドレッシュ氏によれば、アメリカ合衆国政府はすでに50年以上も前からほとんど無傷で墜落した UFO をもとに反重力推進装置を完成し、現在の今も実験を重ねているというのです。今ご覧いただいているイラストはマーク・マッキャンドレッシュ氏の証言をもとに書かれたものです。詳しくは17分50秒前後から報告いたします。で、この装置を使えば宇宙空間を光の速さ以上の速さで自由に飛び回ることができるというのです。その反重力推進装置とインドのシヴァ・リンガムの構造が大変よく似ていることに私は気がつきました。つまりインドのシヴァ・リンガムは私たちが神と呼ぶエイリアンのクラフトではなかったかということです。なお
マーク・マッケンデリッシュ氏によれば、その反重力推進装置というのは驚くほど簡単な装置だそうです。それがどのようなものであれ、中心に円筒形の筒のようなものがある点に注意してください。これが反重力推進装置の特徴ということになります。さらに驚くべきことに、その反重力推進装置は完成していて、現在軍事技術、つまり飛行機の推進方法として応用されているというのです。ここで注意していただきたいのは、この形は現在私たちが空飛ぶ円盤と呼んでいる UFO の基本形となっているという点です。そして中心には円筒形の筒のようなものがあるというコンセプトがインドのシヴァ・リンガムと共通しています。左上がマーク・マッケンデリッシュ氏の証言をもとに描かれたイラストです。右下がシヴァ・リンガムです。基本的には UFO というのは中央を中心にこのような、反重力推進装置を備えているものと思われます。そういう点からも、インドのシヴァ・リンガムは私たちが神と呼ぶエイリアンの乗り物ではなかったかと、私林浩司はますます確信するようになりました。Wikipedia writes about Shiva Lingam as follows. The Lingam is an abstract or an iconic representation of the Hindu deity Shiva used for worship in temples, smaller shrines, or as self-manifested natural objects.In traditional Indian society, the lingam is seen as a symbol of the energy and potential of Shiva himself. Lingam というのはヒンズー教の神シヴァ神を表す抽象的な宝具である。寺院やより小さな神社で用いられている。伝統的なインド社会においては、リンガムはシヴァ神のエネルギーと能力のシンボルとなっている。広し林、浜松市、ジャパン。イタリア在住のニコ・ジェラルディさんから、報告が届いています。私の協力者として、イタリアからいろいろな情報を送っていただいています。その前に余計なことですけども、インドと日本。インドは大きいですね。一方、日本は小さいですね。で、私はこう思います。日本人よ、窓を開けて、外の世界を見よう。ということで、ニコ・ジェラルディさんからの報告を紹介します。バチカンシティはシヴァのリンガムと関係があります。バチカンシティの中で発掘調査の過程で同様な石が発見されています。バチカンシティの美術館の中にリンガムが展示してあります。つまり、バチカンシティはシヴァと関係があります。と。で、そのリンガムについて調べてみました。ニコ・ジェラルディさんはですね、そのリンガムの形とバチカンシティの形が似ているのではないかと、考えておられるようです。で、リンガム。ですけども、これがリンガムです。
簡単に言えば、芝信仰においてですね、芝神の信仰においてですね、まあ、重要な宝具の一つということになります。それがこのリンガムです。まあ、中央に円筒形のものがあり、まあ、奇妙な形をしているということになります。で、このリンガムは何かですけども、中央にあるのが、芝神のエネルギーと、そして能力を表すものだということです。下の方ですね、リンガムは芝神のエネルギーと能力のシンボルとなっていると。で、この形とバチカンシティの形が似ているのではないかということなんですけども、似ているといえば似ているということになります。しかし、バチカンシティの形をですね、リンガムに似せて作ったというのは少し無理があるのではないかと思います。で、もう一つ、ニコ・ジェラルディさんはこう書いておられます。アフラ・マズダというのは、ブラマー、あるいはブラマー神のことだと思いませんか？と。そこで、ブラマー神について調べてみました。ニコ・ジェラルディさんは、アフラ・マズダというのは、ブラマー神のことではないか、と。ブラマー神というのはですね、四つの顔を持ち、能弁な、まあ、インドにおける創造神というふうに位置づけられています。神の中の神というわけです。改めて検証してみます。シバ・リンガムについてですが、このシバ・リンガムに似せてバチカンシティが作られたのではないかという、まあ、ご意見なんですけども、ちょっと無理があるのではないのかなと思いますね。それは、まあ、横との連絡性があまりないということです。右がメッカ・カーバの古い敷地図です。で、中央が日本の大占領マウンドですね。そして左がバチカンの、まあ、空から見た様子ということになります。で、これらは私は王権リングをかたどったもの、すなわち、ここは神の土地であるということを示した形であると判断しています。こうし、この説をですね、ひっくり返すほど、シバ・リンガムの形がですね、似ているという説は強くないということですね。で、そうした、まあ、この、なんて言いますか、王権リングというのは、全世界で見つかっているわけです。ですから、バチカンシティがですね、ヒンズー教のシバ神のリンガムを、あれ、リンガムに似せてですね、いわゆるまあ、バチカンシティを作ったという考えるのは、まあ、説得力が弱いということになります。左下のようにですね、マヤの王もやはり、リボンがついた丸いリングを身につけています。アンク十字もそうですね。まあ、こうして、世界の文明はですね、相互に有機的につながっているということです。で、ヒンズー教のリンガムとバチカンシティの様子、形がですね、似ていることは似ているわけですけどもね、それでもってそうだというのに、言うほども、言うのには、やや、まあ根拠が弱いように思います。次に、ニコ・ジェラルディさんはですね、インドのブラマー神がですね、アフラ・マズダのことではないかと教えてくださいました。アフラというのは神という意味です。マズダというのは最も賢いという意味です。当時、たくさんのアフラ、つまり神がいました。で、その中でも
最も賢い神をアフラ・マズダとしてゾラスター教が生まれたということになります。が、神々というのは、多くの神々がそれぞれ有機的につながっていると私、林博士は考えています。例えば、イスラム教では、アラーフ・アクバルと言います。最も偉大な神という意味です。そのアラーフとアフラー、マザーのアフラーは音が同じです。音の組み替えが違うだけですね。アラーフ。そして、アフラ・マザーの方は、ア・フ・ラとなります。つまり、神は一人だったと私は判断しています。音を並び替えているだけということですね。で、ラといえば、言うまでもなく、エジプトの最高神ということになります。つまり、神は一人、ということになります。ここで計算しているのは、このようにですね、三つの音が同じになる確率、日本語の50音で考えますと、12万5000分の1ということになります。つまり、ありえない確率ということになります。つまり、偶然ではないということになります。まあ、こういうところからですね、私は、アフラ・マザーとアラーフ・アクバルのアラーフは同じ神と判断しました。そして、先ほども言いましたように、エジプトの最高神のラーと繋がっていきます。つまり、皆、同じ一人の神ということになります。またそう考えることは、大変合理的かと思います。で、私は、むしろ、シバ・リンガムがですね、UFO に見えて仕方ないのです。大変奇妙な形ですね。下の台座を外してみると、それはまさしく UFO の形ということになります。まあ、ここからはですね、私たち自身の感覚的な判断ということになります。UFO とまあ考えるかですね、あるいは別のものと考えるかですけども、インドにはビマーナ型の UFO が残っています。そういうことも考え合わせますとですね、当時の人たちがですね、シバ神が乗っていた UFO をこのように表したと考えても、何らおかしくないと思います。で、調べてみるとですね、NASA から漏れ出たブラックナイトと呼ばれている UFO の形とよく似ていると判断しました。もちろん上のですね、リンガムと下のブラックナイトの間にはですね、年月で数千年の時が流れていますから、まあそれなりに違うということになりますけども、この円筒形の部分はひょっとしたら推進装置の一部ではないかと思います。それをインドの人たちがですね、シバ神の、まあ、宝具として表現したのではないかと思うわけです。あくまでも思うという範囲の話です。まあ、こうした例は、例えばビマーナでもありますよね。UFO のビマーナと、そしてその形をかたどった寺院のビマーナの関係と似ていると思います。そしてもう一点、ブラーマーについてですけども、やはり私の説をですね、ひっくり返すほどのインパクトはありませんでした。延期の息子がマルドック。マルドックイコールラーです。ゼカリア・シッチン説です。そして、先ほどのアラーフ、アラーフ、アフーラーとつなげていきますと、アフーラーとアラーフは同一神であると、私、林博士は判断しました。それと、
ブラーマーとですね、同じにするというのは、やや私の頭の中では無理があるのではないかと判断しました。Thank you, Mr. Nico Gerardi for your information and have a good weekend. See you. Bye. The ufology site writes about Mr. Mark McCandlish as follows. Mark McCandlish is an accomplished aerospace illustrator and has worked for many of the top aerospace corporations in the United States. His colleague, Brad Sorensen,with whom he studied, has been inside a facility at Norton Air Force Base where he witnessed alien reproduction vehicles, or so-called ARVs, that are fully operational and hovering. In his testimony, you will learn that the U.S.not only has operational anti-gravity propulsion devices, but we have had them for many, many years, and they have been developed through the study in part of extraterrestrial vehicles over the past 50 years. In addition, we have the drawing from aerospace inventorBrad Sorensen of the devices that he saw, as well as a schematic of one of these alien reproduction vehicles in some remarkable detail. Ufology サイトはマーク・マッキャンドリッシュ氏について次のように書いています。マーク・マッキャンドリッシュは宇宙船のイラストレーターであり、合衆国のトップクラスの航空機会社で働いていた人である。彼の同僚でもあったブラッド・ソレンソンはノートン空軍内部の施設で一緒に働いていたのだが、そこでブラッド・ソレンソンはエイリアンの再生された乗り物、つまり ARV を目撃した。それは完璧に動き、そこでホバリングしていた。彼の証言によれば、合衆国は操作可能な反重力推進装置をすでに持っているのみならず、50年以上も前から外惑星人の乗り物の研究を進め何年にもわたってそうした装置を私たち人間が持っていたということになる。そうした証言に加えて、航空機会社の発明者であるブラッド・ソレンソンからエイリアンの再生乗り物、つまり ARV の図面のみならず、その装置のメカニズムの情報を私たちは入手することができた。広志林、浜松市、ジャパン。ことの発端は、スティーブン・ M ・グリアー博士の Unacknowledged という本の中で、マーク・マッキャンドリッシュ氏の証言が紹介されていたことによります。スティーブン・ M ・グリア博士といえば、この世界では第一人者です。で、画面を見ながら説明します。ここに今お見せしているのがですね、
マーク・マッケンドル氏がですね、イラスト化したいわゆる外惑星人のビークル、つまり乗り物ということになります。説明によれば、実に簡単な構造でできているそうです。そしてこの装置を使えば宇宙をですね、光の速さ以上の速度で航行することができるというのです。そしてマーク・マッケンドル氏はですね、ノートン空軍基地でこれらの装置がすでに完成していて、ホバリングしているところまで目撃したというのです。そしてその装置がさらに開発されて、このような航空機も完成しているというのです。まあ、あとはマーク・マッケンドル氏の証言、そしてスティーブン・ M ・グリア博士の証言を信用するかしないかという問題に行き着くのではないでしょうか。後の判断は皆さんにお任せします。Does an inside of UFO look like? Kapil Raj, an author, writes in his website as follows. When we think of a UFO, and by UFO I mean a spacecraft from another world, we begin the process of putting our own structure in place, like a seat, dashboard, jets, wings,oxygen tanks and fuel tanks. This is where most, if not all science fiction writers get wrong, including some famous filmmakers like Steven Spielberg and James Cameron. I, Hiroshi Hayashi, would like to talk about this mystery in this video. What does an inside of UFO look like?UFO の内部はどうなっているのか、作家のカピエル・ラージュは次のように書いています。UFO の内部について、私たち人間は人間が今使っているものを標準にして物を考えようとする。
例えば椅子にしても、ダッシュボードにしても、推進装置や燃料タンクにしてもだ。スティーブン・スピルバーグにしても、ジェームズ・キャメロンにしてもそうだ、と。私、林浩司はこの謎についてここで考えてみます。UFO の内部はどうなっているのか、と。広志林、浜松シティ、ジャパン。それでは皆さんをスウェーデンのゴットランドへ案内します。このゴットランドで、まあ、10世紀頃に作られたと思われる奇妙な形のブローチが見つかりました。現在それはイギリスのブリティッシュミュージアムに保管されています。で、そのブリティッシュミュージアムの説明によればですね、このブローチには後ろ向きに立っている、まあ、座っていると言ったらいいんでしょうか、動物が彫り込まれていると。8頭の長い首の動物が掘られていると。で、端の方には二人の人間らしき像があると。あるいは動物かもしれないと。意味はよくわからないと。で、同じような、まあ、この像がですね、他にもスウェーデンで見つかっていると。そして、この形のブローチというのは、スウェーデン中部では珍しくないということなんですね。で、最初に、カピエル・ラージュさんの言葉を引用しましたけども、人間というのはですね、まあ、例えば UFO を考えるときに、現在私たちが使っている、まあ、ものをですね、標準にして UFO の内部をいろいろ考えたりすると。まあ、それ、しかしそれは本当に正しいのかということを、まあ、疑問を投げかけていらっしゃるわけですけども、このカピエル・ラージュさんの言葉を裏から読むとですね、あまりにもその内部の様子がですね、人間の標準とはかけ離れているときにはですね、それが、まあ、UFO の内部と、まあ、判断できないということになるということにもなるわけですね。まあ、要するに、人間側が、UFO の内部を考えるときは人間を標準にするけども、その逆に今度 UFO の内部を見たときにね、あまりにもその人間の、まあ、標準とはかけ離れているときには、それが、まあ、UFO の内部と、まあ、理解できないんじゃないかということなんですよね。まあ、で、その言葉を、まあ、引用すれば、引用と言いますか、考えればですね、まあ、このブローチがですね、あまりにもこの、私たちで考える、なんて言いますか、UFO の内部とは、かけ離れているってことなんですね。ですからこれが UFO の内部ということについてですね、皆さんの中にも、まあ、抵抗を感じる人も多いんじゃないかと思いますけども、私はこれをですね、このブローチに振り込まれているのは UFO の内部と判断しました。で、それにもいくつか理由があるんですけど、それについてはこれから応用説明していきますけども、まず皆さんに見ていただきたいのは、誠にもってその、まあ、私たち人間が考えるですね、まあ、いわゆるまあ飛行機あるいは宇宙船の操縦席あるいは内部とは違うということなんですよね。要するに簡単に言えばそういうことなんですよ。回りくどい言い方しましたけどもね。要するにでこれが何かということを逆に考えていくわけですけども、まあ大英博物館というか美術館の方ではですね、ブリティッシュミュージアムの方ではこれをですね、動物とで8頭の動物がまあ掘り込まれているというわけですね。しかしこれ極めて精緻な、ブローチだと思いますね。ブローチですから、やっぱり大きくても10センチ以上はないと思いますね。胸につけるわけですからね。ですから、まあ、5センチから10センチという幅で見るわけですけども、それにしても、まあ、10センチと見ても大変精緻だということですね。で、この気になるのは、この指が3本だということなんです。で、指が3本ですね。で、この3本指というのは、まあ、全世界あちこちで見つかるんですけども、例えば、甲府のね、県立高校博物館であります、この、まあ、土偶ですよね。これも3本指なんですね。で、これから3年ほど前に見つけて私は大変驚いたんですけども、ね、3本指なんですよね。で、もちろん顔にはお面をつけてますからね、マスクをつけてますから、顔は違いますけども、まあ、目がつり上がっているところなんかはないですね。これはアメリカのトリンギット族の、まあ、円筒印象ですかね。それに彫り込まれている顔なんですけども、やはり目がつり上がっていると。で、この目がつり上がっている顔というのは珍しくないんですね。マヤステカでも見つかってますし、全世界で見つかっています。で、ちょっと並べてみますがね。で、まあ、このコンセプトといいますかね。まあ、全世界でこうしたつり上がった目の、まあ、アーティファクトが見つかっているということなんですよね。まあ、要するに古代人たちは見たものを懸命に掘って残そうとしたんですね。決してそのクリエイティブなマインドで作ったのではないということです。という、まあ、視点で考えるべきじゃないでしょうかね。このように、まあ、共通したそのアーティファクトが全世界で見つかっているということは、まあ、その証拠の一つと言いますかね、根拠の一つになるわけですけども、いかがでしょうか。で、その中の、この中で特に今似てる、今の、お見せしましたのが、目がつり上がって、そしてそのゴットランドで見つかったブローチの中に振り込まれているその像と似ていると私は判断しています。それで並べてみますと、比べてみてくださいね。で、まあ、これが
マスクをかぶってるかどうかということはわかりませんけども、まあ同じような、まあ顔をしていると。まあそういうことなんです。ですから、これはまあ人間というのはちょっと無理がある。三本指で、なおかつ、まあこのような顔をしていると。ですから、しかも、まあエイリアンが頻繁に現れた、まあ9世紀、10世紀ですね。日本でも現れてますけども、そうしたその時期にこれが作られているということなんですよね。まあそうしてまあ状況証拠を固めていくんですけど、これが、まあ動物であり、動物であると判断するのはちょっと無理があるんじゃないかということなんですね。となると、これは UFO の内部であるということになるのではないでしょうか。というふうに私は判断しました。まあ、UFO の内部なんてものはね、問題になってませんし、まあ、外からね、撮った写真ばかりが目立ちますけども、実は UFO の内部もこのように外に漏れ出ているということになります。で、このゴットランドという場所がですね、大変絶妙な位置にあることは事実なんですね。この、線をラインを見ていただきたいんですけど、ここにゴットランドがありますね。で、エイブベリーがあると。で、ゴットランドとエイブベリーの新直線上にウエストポールとイーストポールがあります。ですから、まあ、ゴットランド、まあ、エイブベリーというのは、まあ、非常にこう重要な、一直線上にあるということですね。で、そういうところに、で、まあ、こうしたものも見つかる。で、これも、別にこうしたブローチも見つかっています。で、これはまあ、私は UFO と判断していますがね。頭の部分はこれはまた別の意味がありますけども、まあ、ともかくも全体として窓のついた UFO ということになるのではないでしょうか。で、これと、まあ、ちょうどね、楕円形と言いますか、形も似てますかね。で、私はまあ、こうして、二つ合わせてみると、まさに UFO の外と内部ということになるというふうには判断したわけです。で、まあ、どうお考えになるかわかりませんけども、まあ、これが私の林博士の考える、まあ、UFO の内部ということになるわけです。まあ、あまりにもね、私たち人間の常識と離れているがためにね、なかなか信じがたいんですけど、それは逆に言えばですね、カペル・ラージュさんが言ってるように、逆に UFO の内部を考えるときには、人間っぽいものを考えてしまうということですね。まあ、ちょっとご覧いただきましたけども、シートベルトもついてるけども、ちょっと変わってますね。胸にかけるんじゃなくて手にこうはめてるって感じですね。で、中央には、やはりこう推進装置のものがあって、これは長い首の動物ではなくてですね、何かしらのコントロールバーのような気がします。それも、これも動物ではなくて、まあ、椅子と言いますかね。椅子というかな、わかりませんけども、まあ、別の目的のものではないかと思います。動物と考えるのは無理ってことになるわけですね。要するに、まあ、イエスかイエスでないかということになってくるわけですけども、動物か動物でないか、あるいは、いわゆるね、人間、エイリアンかエイリアンでないかということになってくるわけですけどもね。で、これはアステカで見つかっている UFO 型の発掘物ですけども、これは明らかに UFO ですね。その中の一つには、底面部にですね、鉢のようなものが描かれ、その中心には、まあ、このようなものが掘り込まれていると。これは何かということですけども、皆さんもお分かりですね。エイリアンですね。エイリアンが、いわゆる、まあ、そこの鉢から顔を出しているところを表現したものと考えられて考えます。で、これが、まあ、同じように見つかっている、まあ、アーティファクト、まあ、UFO 型のアーティファクトということになるわけですけどもね。同じようなものがですね、実はですね、静岡県の磐田市でも発掘されています。で、右下がですね、傘型埴輪ということになってますけども、私は傘でないと思います。傘なんか作っても仕方ありませんしね。またそんなものを作る必要もないし。まあ、古代人がそんなものに何かの重きを置いたというふうにも考えられないわけです。となると、これは UFO ということになるわけですね。古代人たちは見たものを一生懸命って言いますかね、懸命に作ったということです。まあ、いわゆる天からね、このようなものが来ればですね、これ自体を神だと思ったと、私はそのように考えています。ですから、懸命にこれも作ってですね、語ったと思いますね。現在に今でも人間たちは最高神を、飾りますからね、神といえばね。で、この、傘型埴輪とですね、アステカで見つかった、その UFO 型アーティファクトと比べてみますと、まあ、類似点が多いのも、これまた事実なんですね。例えば、ラインの書き方であるとか、この線の書き方ですね。ですから、まあ、見たものを、縄文人ですよね、紀元前2000年。200年頃からですからね、こういうものを作って、まあ、語ったと。まあ、現在それは埴輪ということになってますけどね、古墳時代の。まあ、私はこれ UFO、まあ、ちょっと厳しいかなという意見もあるかもしれませんけども、私は UFO と判断しました。少なくとも傘という方が無理だということですね。で、一番上がゴットランドで見つかったブローチであると。こういうふうに並べてみますと、まあ、コンセプトが大変よく似ているということがですね、皆さんにも分かっていただけると思います。もうこういう形でですね、まあ連続して繋がっていくわけですね。これがまあゴットランドで見つかったブローチ。そして、冒頭で見せました、奇妙なね、エイリアンが二人、二匹って言ったらいいのかな、乗ってる、乗り物も、まあそして連続性を持って繋がっていくということです。で、これはですね、北海道で、目撃された UFO、
というふうに私は理解しています。まあ、これをですね、北海道の元新聞記者の、報道記者の方が届けてくださいました。で、これがマヤのアーティファクトであると。まあ、こういうふうに繋がっていくわけですね。で、その内部の様子の掘り込まれたブローチも同時に見つかっていると。同じ場所でゴットランドで見つかっているということですね。で、そのゴットランドは、エイブベリーと繋いだ直線上にあるということですね。こうしてこの状況証拠が固まっていくわけです。で、まあ、結論としては、これは、私はエイリアンの乗り物、いわゆるカフトの、いわゆる UFO ですね、の内部を精緻に掘り込んだものと判断しました。いかがでしょうか。まあ、この床なんかの作り方は、まあ、ごちゃごちゃとこうしてますよね。まあ、繰り返しになりますけども、人間が、まあ、UFO の内部として描く、まあ、様子とはまるで違う。違うがゆえに、これが UFO の内部とは理解できないということにもなるのではないでしょうか。これだけのものをね、掘り込むというのはやはり大変な作業だったと思いますよ。まあこうしてね、まあ三角座りしている、エイリアンらしき、人物像も掘り込まれていると。まあこれは、これも椅子か何かだと思いますけどもね。これ、少なくとも動物、アニマルというね、説明書にはアニマルと書いてありますけども、アニマルというのにはちょっと無理があるんじゃないかなと思いますね。で、三本指であると。で、これは日本で見つかった金印ですね。福岡県で見つかっている金印を上から見ると同じ顔が浮かび上がってくるんですよ。まあ、それともかくとして、それは金印のところで説明しました。で、こういったものが見つかってきたと。で、一番近いと言いますか、ね、いろんな想像図などが書かれてますけど、私、その中で3枚選んでいました。これは芸術家と言いますか、ね、アーティストニックが書いた、UFO の内部、宇宙船と言ったらいいのかもしれませんけども、様子ですけども、まあ、コンセプトと言いますかね、漢字が似てるということで、最後に皆さんに紹介しました。いかがでしょうか。多分こんな感じじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今日のこの動画は終わります。皆さんに UFO の内部を、まあ、見ていただいたというよりも想像していただきました。Bye for now! Hello, this is Matabe in Hiroshiyashi, Japan. Strange artifact in Maya, a robot or a god? Here in this video, I would like to show you many strange artifacts discovered in Maya. And this is one of them which Matabe-san, a friend of mine, lets me know. Matabe-san asks me if this is a robot or not.But I never be surprised if someone told me that this is a robot in Maya. It's maybe, though I can't definitely say it is so, since there is no evidence to prove it. But we can enjoy a sort of fantasy, and it is more often enjoyable to think it is a robot in Maya than to think it is not. To be correct or not to be correct is not so much important in many cases,when we are examining ancient history as independent thinkers. I mean, whatever it is, a more important thing is to weave a unified theory out of ancient history for our future by understanding our ancestors better. I believe this is the ecology. Am I wrong? Matabe さんからこんなメールが届きました。これはロボットでしょうかと。大変楽しいアーティファクトですね。人体の解剖図のようにも見えますし、ロボットのようにも見えます。人間の衣を着た神にも見えますし、ET にも見えます。見ているだけで楽しくなりますね。が、大切なことは、こうして私たち人間の先祖をよりよく理解することによって、私たちの未来のために、過去から教訓を得ることではないでしょうか。またそれが私は考古学だと思います。言いかねると、考古学は私たち皆のものであり、今ではそうした過去を私たち自身がいながらにして学ぶことができます。で、私にはこれがロボットなのか神なのかはわかりません。しかし、想像力が膨らみます。解釈の仕方はそれぞれですが、それはそれで良いのではないでしょうか。ともあれ、マヤにはこの種のアーティファクトがあまりにも多すぎます。一つずつの謎を解いていたら、
それこそ一年あっても足りないのではないでしょうか。大切なことは、要するに楽しむことですね。なんだろう、なんだろうと思ってるだけでもワクワクしてきますね。そのワクワク感がこうした謎解きではとても大切なことだと私は思います。ということで、マヤで発見されたアーティファクトを今皆さんにご覧いただいています。つまり、あまりにも多すぎるということです。まあ、これらがですね、当時の人間のいわゆる空想力ですね。イマジネーションだけでできたものと考えるのは私は無理があると思います。縄文、土器、土偶もそうですけども、古代の人々は逆にですよ。未来の私たちのような人間に何かを伝えようとして、懸命に見たものを作ったと。私はそう考えています。まあそうしたアーティファクトからですね、何を学ぶかは、実は私たち自身の問題だということです。ということで続くビデオ、少し前に作ったものですけども、どうかご覧ください。Thank you very much and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mounts for landing places of UFOs. It's circumstantial evidence that proves it. Mounts or so-called tomb mounts in Japan are not mounts for tombs, but landing places for UFOs.Most possibly, ancient Japanese people made use of them as tombs much afterwards in the history. It's circumstantial but physical evidence that proves what I have claimed here is to be so. In Japanese, 日本の古墳は墓ではありません。というとっても楽しい話です。後の人たちが墓として利用したかもしれませんが、少なくとも墓ではありません。古墳、特に前方後円墳は古代の神々、つまりエイリアンたちの乗り物、つまり現在私たちが UFO と呼んでいる乗り物の発着台でした。そのことをこのビデオの中で状況証拠を積み重ねながら証明します。まず最初に UFO という言葉が一般化する前は、私たちが UFO と現在呼んでいるものは、亀と呼ばれていたと私は考えています。現在、全国の各地の神社や寺で亀が祀られているのも、その流れの中にあると私は考えています。で、その証拠がメキシコのマヤ遺跡の中から出てきました。で、これがそれです。これはメキシコのマヤ遺跡で、まあ、発掘されたアーティファクトですね。円形の物体の上に人間らしき人が、まあ、乗っています。まあ、操縦していると言ったら正しいのでしょうか。で、右の方を見ますと、どうも頭のようにも見えるんですね。で、亀にも似ていると。で、このコンセプトが日本の亀信仰とつながっているのではないかと私は考えています。で、こうした、まあ、亀信仰がですね、まあ、神社や寺に残っている。ということなんですね。が、様子がどうもおかしいんですね。中には亀らしい亀もいますけども、まあ、こうして信仰されている亀は、耳があって、まあ、口があって、歯があると。まあ、そういった雰囲気なんですね。で、これなんか特にそうですけども、亀の上にですね、神様が座っている。あるいは菩薩が立っているということなんですね。ということから私は昔の人は UFO を見たときにですね、亀と呼んでいたのではないかと思います。で、これがマヤで見つかった発掘物、下が日本に残っている、まあ、見られる亀信仰ですね。で、この左と右を見比べてほしいんですけども、顔ですよね、亀の顔。そしてこの操縦の仕方と言いますか、乗っている様子が大変よく似ています。そしてこの作り方のコンセプトまで似ています。からまあ偶然といえば偶然ですけども、それに耳らしきものも表現されています。まあこういうものを見て、
古代の日本人たちは亀亀と言ったのかもしれませんね。あくまでもその可能性があるということです。で、日本には亀という名前のつく地名、町、市がたくさん残っています。これは宮城県の登米市です。まあ今まで縁のあったところをいくつか選んでみました。で、ここはですね、まあ、先ほど調べてみましたら、どうもこの辺りは沼なんですね。黒沼という地名があるわけですけども、沼に本当に亀が住んでいたかもしれないということで、いわゆるその UFO っていう、という亀とは直接結びつきませんでした。ただここには、大変こう奇妙な横穴があります。やはりお墓ということになっていますが。で、次に今度は、三重県の亀山市を、調べてみました。で、ここもですね、まあ、亀山市ということですから、亀と関係がある。すなわち UFO と関係があるのではないかなと思って調べてみたんですけども、直接それをつなげる証拠は出てきませんでした。まあ、代わりにですね、ここは大和たけるがですね、最後を、まあ、ここで終えたということでですね、まあ、こうした大きな前方後円墳が残っています。まあ、そういったゆかりのある地だということですね。で、まあ、ここも調べてみましたら、大きな昔、沼があってね、渡来人が亀を、まあ、連れてきたと。だから、亀、という名前がついたというのも言われています。これが大和たけるの、その像ですね。で、もう一つ、京都に亀岡市というのがあります。で、ここも調べてみましたが、やはり UFO と直接つながるような、まあ話、証拠っていうのは出てきませんでした。まあそれは無理もないんですね。まあそうした証拠が、でもそれ以前の話ですからね。UFO を見てカメカメと言っていたのはその以前の話ですから、そうした証拠が、まあないからといって、まあそうでないとも言えないわけですよね。そして、まあこれが、広島の能賀高知にあります。まあ能賀高知のことを亀ヶ丘って言うんだそうですね。これはつい先週調べたので、まあ、ついでに取り上げてみました。この能賀高原の、まあ、頂上付近にですね、こうした、大きな、まあ、岩倉があった。それを利用して、まあ、どこかの会社がホテルを作った。そしてその、岩倉をそのまま包み込むようにして、浴場を作ったわけですね。ところがその後、そのホテルが倒産して、現在、まあ、こういう形で残っている。この、能賀高原のこの岩倉の岩がとても不思議なんですね。まあ、複雑にもう組み込んであると言いますかね。組木のようにして、まあ、組み込んであるということです。これは下の台座に合わせて上の、岩を削ったり割ったりして、このようにして組み込んだと考えられます。で、これ反対側から見たのが右ですね。右と下が、まあ、今の上、左上の岩倉を反対側から見たものです。でも、この、岩倉を見ますと、今度は前の右の方、もう一つの側面を見ますと、この綺麗にこの、なんて言いますか、カッティングしてあるような感じなんですね。そして今、組木のようになっている岩は一番上にあります。で、ここに残っている、まあ説明書きによれば、1万年以上前に人工的に作られた、築かれたものであるというふうに、まあ説明しています。まあ、これだけでは、まあ本当に人工的なものかどうかということは、まあ、断言できませんが、亀ヶ丘といえば、なんといっても、青森県の亀ヶ丘です。もうこの青森県の亀ヶ丘からは皆さんご存知の遮光器土偶が発掘されています。で、この亀ヶ丘と UFO とは関係があったかなかったかということですけども、まあこうした土偶を見る限りですね、大いに関係があったと私は考えています。で、マヤの UFO、いよいよ今日の本題ということになります。今から10年近く前にですね、メキシコ政府が映画を作るにあたって、それまでメキシコ政府が秘蔵していたマヤの多くの秘蔵品をですね、一般に公開しました。まあそれは大変驚くべきものでした。まあこれからそれを、まあ、皆さんに紹介しますが、この後に出てくる特に2つのものに注目していただきたいと思います。まあ、一応、メキシコ政府が公開したものということで、信憑性と言いますか、信頼を置いているものですけども、マヤ人はエイリアンコンタクト。マヤ人はエイリアンと接触を持っていたと。マヤ人はね、そういう題の映画だったそうです。で、これから、まあ、いくつか見ていただきますけども、この中には、まあ、これがですね、生徒、中国の生徒の三星堆遺跡の、まあ、アーティファクトの顔に、似てるものが
を思わせるものもあります。で、こうしたものが発見されているんですけども、あまりにもなっていますかね。現代風で、ってか、現代私たちが UFO というものに酷似しているために、いくらまあ、メキシコ政府が公開したとはいえですね、ちょっとこう考えてしまうようなものなんですけども、まあ、その中にこんなものがありました。これは怪物というふうに、説明されています。確かに頭があって、首があって、体があると。まあ、こういうふうに解釈できますが、同時に、こんなものも発見されて、公開されてるんですね。で、これはまあ、私は UFO。特にこれなんかは UFO だと思います。まあ、これは誰が見ても UFO なんですよね。まあ、これをサラダとかなんとかという方が無理があると思うんですけどね。日本人ならこれ逆さまに置いて、サラダって言うとしようね。まあ、ここにまあ、その、エイリアンらしき、人物の像が彫り込まれています。で、これとですね、先ほどお見せしました、レリーフと見比べていただきますと、大変興味深いことがわかります。これがそのレリーフです。怪物というふうに、怪獣、モンスターというふうに言われてますけども、これは本当にモンスターなんでしょうか。ということで、今お見せしました UFO、まあ UFO というふうに断言していいと思いますけども、比べてみますと面白いですね。まあ、明るいところが窓ということになります。そして、この上の部分ですね。線で書いてありますね。同じですね。斜線でこういうふうに書いてある、表現してある。そしてここに鍵型のその模様が刻み込まれています。同じものと私は見ます。そして下には枠まで作ってある。その枠も同じですね。そして縦線が2本入って、下の枠がある。下が UFO ということになれば、上も当然 UFO ということになります。違うでしょうか？皆さん自身の目でしっかりと確認してください。上は怪物、怪獣ではなくて UFO。そして左右に階段が描かれています。そして下には階段の横筋が描かれています。となると、もうこの階段言うまでもなく、これはマヤに一般に、遺跡で見られるピラミッドである。っていうふうに考えられるわけですね。横から見ると確かに階段になっています。そして、中央には横線の階段が刻まれています。で、これは私は、まあ、この二つのことからですね、これはピラミッドの上に乗っている UFO と判断しました。もう一度繰り返しますが、ここが重要です。ピラミッドの上に着陸してると言ったら正確なんでしょうか？ UFO と判断しました。左右に階段、そして中央に階段があるということですね。これはチェチェンイッツァの、ピラミッドです。91段あるんですよ。まあ、ともかくもこのピラミッドの上に UFO が着陸したということになります。いかがでしょうか？となると、この、まあ、ピラミッドは、UFO の発着台だということになります。で、着陸台としてのピラミッドですけども、その前に、まあ、もう一度、その、話を進める前に、もう一度確認しておいてくださいね。ここが今日のポイントです。上はレリーフです。下は UFO です。それが描かれたレリーフがある。そして下がですね、これがコパンのピラミッドですけども、まあ、これ、上から見たとき、これはまあ、日本の前方後円墳ですね。同じコンセプトで繋がっていると考えるのは自然だということですね。まあ、まさに状況証拠ということになります。で、ちょっと寄り道しますけども、空から見たランドマークの話をしておきたいと思います。これはティオティワカンの月の塔です。その月の塔を上から見るとこのように見えます。ランドマークなんですね。つまり、上から見た形を前提として作られているということですね。ギザのピラミッドにしても然です。そしてもっとはっきりしているのが、ボロブドゥールのピラミッドです。上から見ると、まるで的当ての的のように見えるところに注意してください。こうして、まあ空を飛んでいるエイリアンたちは地上を見ながら、自分たちの目標を定めたというわけです。で、コパンのこれはピラミッドです。そして上から見ると、やはりこのように見えます。的当ての的のように見えますね。日本の前方後円墳もそうです。横から見たのでは何が何だかさっぱりわかりませんね。しかし上から見るとこのようなしっかりとした形で現れます。つまり上から見ることを前提として作られているということですね。そして話を戻しますけども、前のこの遺跡に発掘物ですね。これはピラミッドの上に着陸している UFO ということになります。ということを考えますと、世界に残るこうした、まあ、遺跡はですね、UFO の、まあ、発着台だと考えるのが自然だと思います。なあち、空から、
見ることを前提として作られたものだということですね。ですから古代の神、人たちは、わあ、亀だ亀だ亀だ、楽しいですね。亀が飛んでるぞーってね、叫んだのかもしれませんね。亀に見えたのでしょうね。頭もあり、尻尾もあると。この頭と尻尾は私が、つけたものです。そして、下の、まあ、左下の、これが、まあ、マヤで見つかった像。それと同じものが右にありますね。まあ、ついでながら言いますと、以前作りましたように、浦島太郎も、まあ、UFO に乗っていったというふうに考えられるわけです。そして、右の方はですね、今言いました、マヤで見つかったものです。そして、それが、まあ、これは下は、ティオティワカンのピラミッドですけども、こうしたものが、10個前後ありますね。まさに着陸台だということです。という同じ流れの中で、と言いますか、状況証拠的に考えるならば、前方後円墳は、まあ、UFO の発着台であったということになります。まあ、亀が空から飛んできてですね、わあ、亀だ、亀だ。で、亀がゆっくりと前方後円墳の上に着陸しました。楽しいですね。その、まあ、コンセプトが、現在のヘリポートと、まあ、同じとは言いませんけども、つながっているということですね。ということで、まあ、楽しい話をしました。いかがですか？皆さんも夢を持って古代の謎解きに挑戦してくださいと同時に、ここまでお聞きくださいまして、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。バイ。